はいえー、と前回紹介した DS 検定これがえっとですねあのまあ結果全部の結果何点取れてたかとかも全部これ見れるデータがあったのですいませんそちらも紹介させてください一気にやればよかったんですけどちょっとはいあの最近気づきましたすいません。はいで CBT 申し込みってところをクリックしてもらってあえー、とまずこれここに入ってログインして CBT 申し込みクリックしてもらうとこんなんでます。はい でここ申し込みあの試験履歴っていうのをクリックしてもらうとはいこんなんでます。はい、で試験結果表示っていうのをクリックしてもらうとはい合格とかまあ何ちか出ってますと。でここのスコアシートっていうのをクリックしてダウンロードしてもらうとはい自分の取った点数。 とか、はい、比率どれ,どれくらい,いとかっていうのが出ます。はい、で、今回の試験、四百五十点満点だったみたいです。はい、えー、で、三百七十点、ギリギリ合格でしたね。ねはい、えーと、七十七パーセントぐらい。でも、ツイッターとか見ると不合格になってたので、えー、今回の試験。まあ、八割、八十点ぐらい取らないと、八十点,点だから、四百五十の八十点だから。 うん、360ぐらい取らないとちょっときつかったかなっていう試験になってました。はいえー、とで勉強時間も少ない人も多かったんですけど多分実際あの企業とかで分析とかされてる方とかがあの試験してるのは大半だったと思うので学生とかが今回受験したりとか初学者が、えー、と今回勉強して受ける試験としては少しもしかしたら難度が高かったのかなと思います。はい、で、えー、と はいえー、とじゃあ自分のスコア見ていきましょう。はい、統計とかこの辺はまあなんとなくいろんな本読んでたのでよかったかなと思います。はい、で1番の問題はこう、はい、そうですねデータ収集とか0点のところがあるのでこれやっぱりデータ分析実際やってないからこういう問題には対応できなかったって感じですかね。き、はい、で問題だだけ読んだりとか あ問題だけ解いたりとか、えー、と本だけ読んだりとかだとこの部分はやっぱり対応が難しかったように思われます。はい、あとこうですねデータの構造とかあの、e えー、と ER 図を見てあのどういうデータかとか判断するのとかできなかったですね。はい、データの共有とか、はい、この辺もよく分かんなかったですね。はい、IT セキュリティ、はい、どうやって、えー、と個人情報とか守るかとかですね。はい、この辺も はいちょっとちんぷんかんぷんでしたやっぱり点数は現れてますねはいでえっ、ー、と問題はえっ、ー、とこっちのですね機械学習技法を少し自信があったんですけどちょっと自分の勉強の仕方にもしかしたら問題はあったのかな平均と比べるとこんだけ 12, 12ポイントも低いんでちょっとこの辺ははいえっ、ー、と復習がすごい必要だなって感じてますねはい。 データの可視化とかも、うん、この辺とかも検証とかもやっぱりこういうえビ,ジビジネスするんだったらデータの可視化の技術だったりデータ理解、えー、どういうデータかとか。 はい、見たりとかずーん。グラフからえっ、ー、と。これは縦軸横軸どうなってるかとか判断したりとか。これおかしいな。とか、ああいうのとか、やっぱり能力低いのかなと思いますね。はい、あとデータの理解検証ですね。はい、このデータ分析によってどういうことが言えるかとか。それはちょっと言い過ぎかとかっていうのを見抜く。力はやっぱ低いのかなと思いますね。はい、モデルカリキュラム、ちょっとこれもあの言葉自体が理解。まずできてないんで。 こういうい部分はやっぱりちゃんんとできててなないんだなっていだっうのを感じましたちょっとできなかった部分をはいえー、っと5月にもう一回このリテラシーレベルっていうのがあるみたいなんですけどあのちょっとツイッターとかのだとあんまり勉強せずに受かったみたいな言葉が飛び交ってますがそういう言葉はあんまり信じずにあのしっかり勉強しないとあの平均点もすごい高い。 テストなので、あの少し合格は難しいのかなと思いました。よろしかったら、あの参考になれば参考にしてやってください。はい、じゃあ以上で終わります。